みんなも元気かな。はい、じゃあ間もなく。そら豆ラジオ始まるよ。猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、2匹合わせてそら豆。皆さんこんばんは。8月30日木曜日、そら豆ラジオ始まりました。シンガーソングライターのゆうきとミキサーを務めますは、私チェリー味のキャンティでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふふ今日いい天気ね。今日いい天気ですね。なんかポカポカ陽気で、そうでもかといって暑くなく、うんうんうん、なんか窓開けてるだけでも涼しいぐらい。そうね、ほんといい青空。はいね、すがすがしい。しかも秋の匂いがしますね。秋の匂いが、あ、何、先週に引き続きこの今回の川柳テーマである秋、秋を、そうね、冒頭からちょっとアピールしとく。うんうん、浅はかやねいやいやいや、失礼失礼。まあまあまあ、まあ、こんなこともあって、まあ、皆さんね結構今から、うん、あの川柳いっぱい来ると思いますんでね、うん、今日はテーマ秋ということで。はい、待ってます。待ってます。待ってます。まあでもどうせまた暑くなるんでしょ。そうなんですかね。どうせまた暑くなりますよ。しかもなんか台風来るんだっけ。台風でも本土の方に向かいそうな予報になってますよね。最近全部あれだね、この上の方に行くね。そうですね、まあでもこの高気圧があるんですけど、うんうん、このチベット高気圧っていう、あの中国大陸側の高気圧と、うん、この、太平洋高気圧っていう太平洋側の高気圧があるんですよ、うんうんうん、これが繋がった場合、うんうん、あの上に向かうことができないんで沖縄に向かってくるんですけど、うんうん、これ2つ分かれてることが多いので、うんうん、その間通っていくときに日本本土に向かうということですね、うんうんうん、すっごい聞き流してるもう聞き流してるよ全然聞こえてこなかった。チベット高気圧だけは聞き取れた。チベット高気圧は聞き取れたと。聞き取れた。それ以外がちょっと聞き取れなかったですね。それ以外はもう、もう何のことだろう。申し訳ございませんリスナーの皆さん見てください、もう僕の扱いひどいじゃないですか、もうもう僕はショックですよもう皆さんも来てくれてますね。こんなに丁寧にあの答えてあげてるのにマスオさんも来てる。おひさって、久しぶりです。久しぶりですマスオさんが私の心の声を代弁してますね。ゆうきの心の声がうぜえって聞こえるって僕そんなにうざいですか今のよく聞こえてる。皆さん僕の今の説明すごい噛み砕いてると思うんですけど、うざかったですかね。多分マスオさんも思ってるよ。そうなんてひどいもうマスオさん本心に言ってくださいね。シュプリームさんが泣き虫刺身シンガーのゆうきちゃん、キャンディー味チェリーくん、こんにちは。ラジオネームサラバダサラダバーですもう何が何だか分かんないけど、サラバダサラダバー、うん、なんか早口言葉みたいですね。サラバダサラバダを言えた。しかもなんか泣き虫刺身シンガーじゃないし、刺身シンガーサミシンガーだし刺身ちゃうし、泣き虫刺身シンガー言いにくい刺身シンガー、刺身シンガーいいかもね。面白いですね、うん、刺身シンガー いなさそう。でもね、サミシンガーだからね。サミシンガー刺身好きだけどね。そして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 雨男レイニーさん、はい、ゆうきちゃん、キャン君、こんにちは。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 今日もちょっとイケボを目指してみますキャンティーでございます。はい、マスオさんが説明が長い、笑ってきてますね。やっぱそうだよね、みんな絶対チベット高気圧しか聞き取れてないと思いますよ。太平洋高気圧、太平洋高気圧までは、うん、全然聞こえてない。聞こえてない、うん、聞こえてない。大変残念でしたっていうことでですね。はい、そうそう。あ、マスオさんがギターに包丁仕込んでマグロの書いた刺身シンガーってもうどうする、刺身シンガーに転身しようかな。刺身シンガーに、うん、舞台上でマグロ解体始めたら絶対あれですよ、受けるかな。
いや、出禁になりますよ、出禁。なんで臭いって。はい、いやでもさ、マグロ買いたいってめっちゃ需要あるじゃん、デパートとか。あ、しかもさ、私魚さばくの好きなんよ。いけるんじゃん。あのなんかほら、昔は結構お父さんとね、釣りとか行って、そうそう、グルクンとかめっちゃ釣ってくるじゃん、お父さんとか。さばけるんすか。さばくの。すごい。あのさ、楽しいわけよ、この内臓をね、はいはいはい、取り出して、はっ、なんか最近この魚、あの魚食べたんだとか。へえ。なんかもう内臓がこのブヨブヨ出てくる感じ、面白い。皆さん、ここで家庭的な料理のできる女をアピールしてますよ。いや、料理はしないよ。いや、料理はしないです。さばくだけ。さばくだけ。いや、料理までやりましょうよ。さばくだけ。どうせなら女子力アップ、まさにこっちじゃないですか。さばくのが面白い。そんな、さばくのは確かに楽しそうだなと思うんですけど、うん、料理も楽しいですよ。まあ、料理はね、あんまり興味がない。まあでもさ、料理パズルですか。あとなんか言ってる。組み合わせは無限大。突っ込んだら長くなるからさ。組み合わせは無限大。そうさ。ちなみに僕の一人暮らしの時の得意料理はカルボナーラです。うん、相性、卵をかけて混ぜるだけでしょ、あれ。チーズペラペラやって。ちげえ。ちゃんと分量があるんだよ。ちゃんとあるんだよ。そうなんだって。卵に卵黄、うん、卵黄だけを1個入れて、うん、でチーズとちゃんと分量測って、うん、でホイットクリーム入れて、うん、混ぜて、うん、でブラックペッパーかけて、うんうん、でその間にベーコン仕込みを入れて、うん、白ワインでクランベして、はいはいはい、でそのクランベしてちょっと冷ましてる間に、まあ、茹でてあったパスタをさっと入れてですね、ちょっと絡めて先に。でこれをまた火を消して、でちょっとこの余熱でそのままソースをかけてガーってやると、いいぐらいにとろみのついたカルボナーラになります。はい、終わった。終わりました。ブラックペッパーだけは僕の30秒クッキング30秒クッキングでございましたよ、今の。だってみんなも挑戦あれ。レイニーさんがレトルトでいいじゃんと思う、ゆきちゃん。いやーね、いや、ちゃんと手作りが美味しいんですよ。ミートソーススパゲティとかもね、ちゃんとホールトマト買ってきて、ホールトマトを買ってきて潰して、それをグツグツ煮込みながらこう待つのもいいんですよ。だって皆さん挑戦してみましょう。死に一言。死に一言、怖いけど。私はやらん。怖いんだけど。でもね、シュプリームさんがね、はい、悪態ついてるけど、ゆうきちゃんの歌声に癒されてるんだよ、おじさんはって言ってます。そうなんだね。てか歌聞いたことあるのかな。シュプリームさん、私の空豆ぐらいか。ちゃんと早く CD 作って皆さんに私の歌声をお届けしたい、ね、そういえば Facebook にあれでしたよね。そう、しかもほら、ね、シュプリームさんがおじさんばかりのレコーディングはどうだったって。そう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 、僕も見ましたよあれ。いいねしときましたよ、ちゃんと。そうなのよ、おじさんばっかりでね、はい、まあ4人メンバーがいるんですけど、まあ上から56、55、47、まあ1人は33で若いんですけど、まあ平均年齢多分ね40超えしてるかなぐらいの、すっごい楽しいレコーディング。まあ40ぐらいだったら確かにおじさまっていうか、我々世代からしたらお兄様ですけどね、うん、おじさまと言ったら自分までおじさんっていうのを認めることになるんでね。でもなんかすごい安心感があるんですよね。まあ確かにね、やっぱお父さん世代でなんかもうこんなに休憩中とかみんなで座って団らんしてるんですけど、なんかもう何、お父さんのモアイに参加してる娘みたいな感覚になって、すごい可愛がられる的な。いや、あんまり可愛がってもくれないんですけど、もうなんか対等なんですよ私たち。なんかなんて言うんですか、もうなんかもうなんていう、もう大人の余裕っていうんですか。対等に話しちゃうんですか。はいはいはい、だからもう別になんか勇気勇気とかするわけでもなく、はい、なんかもう対等になんか同じ空気感を私は放って、しかもね2日で8曲、あ、9曲撮ったんですよ、はい、もうすごいカツカツにもかかわらず、一応普通に考えたらありえないんですよ。だけど、まあ、なんかすごいもうプロの一流の方たちなんでやっちゃうんですよね。まあ、最初の予定は8曲だったんですけど、なんかまあ1日目で4曲軽くいけると思った私の師匠の勝志さんが、
その2日目の朝になって、ねえねえあと1曲いけるんじゃない、笑ってきて、でもそこから急いで音源用意して、もうバンドのメンバーはにはその日でごめんあと1曲増やすって言って、その場で音源聞かせて、はい、楽譜渡して、そのままレコーディング、できちゃうんですよ。すごかった、あの方たちすごいでしょ。もう誰一人焦らない、うん、騒がない、気使わない、すごい方たち、できちゃうんですよね。いいな、ちょっと学びたいな僕も、レコーディング楽しかった、すごい楽しかった。ここでですね、いつメール来てるので紹介させていただいていいですか、うん、進撃のめいちゃんさんから。あ、めいちゃん、スクワットをやらない女子&キャンさん本日もこんにちーす。こんにちーす。スクワットはもう触れません。触れてるやん俺も言おうとした、思いっきり触れてるやん俺も言おうとした、朝の番組でパソコンがちょい調子悪かったみたいですが大丈夫ですか、そしてそうなのね、お盆が終わって、うんうん、朝夜が少しだけ涼しくなっているような気がしますが、うんうん、気のせいですか。いや結構涼しくなってますよね。うん、涼しいよ。パソコンも今快調ですよ。大丈夫です。あ、よかったね。はい、でバンシル狩りもお疲れ様でしたそうそう、バンシル狩りしたのよ。ではまたメールしますと。あのね、このレコーディングの2日目、はいはい、このレコーディングスタジオがね、なんかすごい、なんかバンシルとか桃とか梨とかの木がねなってて、で今はバンシルが食べ頃だよってことになって、もうレコーディング前から、まあ、メンバーを待ちながらね、あの一生懸命バンシル狩りをしたわけですよ。私たちはおじさまたちと、めっちゃ楽しかった。それが一番楽しかったかな。バンシル僕庭にありますからね。本当？ちゃんと買ってる？食べてる？食べてないです。うん、ね、ほらみんな食べないで動物たちにやられたりしちゃうじゃん。はいはい、いつもコウモリに狙われてるって言って。そう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 。コウモリが一番好きですからね。バンシル？はい。大コウモリとかたまにいますよ、だから。本当？はい。私のお友達だよコウモリ。そう、あ。泣き虫コウモリよ。歌ってますもんね。そう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 。コウモリ。でそう、あのね、そうバンシル狩りをねしてすごい楽しかった。でなんか6月になったら桃が取れるらしくて、じゃあ次はもう6月にあのレコーディングだねって話してて、まあいい感じにまた次の CD も作れるんじゃないかなと思いながらね。順調だということで。そうなの。だからね、結局 CD はね10曲入りになる。そう、うん、すごいでしょ10曲うん、10曲今さらっとちょっと聞き流そうかなと思ったんですけど、え、10曲多いよね。多いですね。そう、なんか私曲自体はめっちゃいっぱいあって、だからなんかちまちまシングルとかで 1,2 曲出してたらもうなんか日が暮れるんですよ。本当に私がおばあちゃんになってるから、もう1回で10曲ガツンって出すとか出して、まあ本当は8曲の予定だったんですけどね、はい、まあまあまあ曲が増え曲が増えしかもなんか選べないんですよ、いい曲ばっかりで。どれをスタメンにしようかとかってことで、まあまあ選び抜かれた選抜10曲。選抜で10曲う、わそう、スタメン、すげえ。そうなんです、めっちゃいいよ。しかもね、まずこのやっぱりバンドメンバーがもうめっちゃいい人だし、もう音のプロフェッショナルだから、うん、なんか私はなんか音のハンモックになんか乗ってゆらゆら揺れてる感じで歌ってるんですよ。恵まれてますね。そう、本当に。本当。羨ましい。恵まれてる。ありがとうございます。羨ましいよ。絶対なかなかね、ああいう人たちにお願いするとかもないんだけどね。そうです。普通多分そうもいかないと思いますけど。うん、そうなんですよ。なんか私すぐ恵ま、すぐっていうか恵まれてて、マスオさんがポスト安室奈美恵って、あ、気づいた？そうなのよ。いつも口に出して言ってますからね。そうそうそう、私はねこの安室ちゃんが、まあ、引退した後にこのぽっかり開いたみんなの穴を私が埋めようとしてますだからね、いきなり、まあ、ファーストアルバムだし、みんなの心の穴を埋めていきたいと思ってますマスオさんが安室を埋めるのは勇気。そうなの。でもなんかそのみんなが狙ってるって言ってた、それ。いろんなアーティストが沖縄の安室ちゃんのなんか後釜を狙ってるらしくて、
頑張ってって言われました最近。いやでもさ、なになに、安室さんの後釜ってめっちゃ重くないですか逆に。言われる方がきついけど俺絶対嫌だな。いや私自分で言ってるから大丈夫です。メンタル強え。メンタル強いよこの人。でも私最近なんかいろんな人に言われるんですけど、なんか私はなんかキロロさんとコッコさんの間だよねって言われるんですよ、はいはい、曲が確かにキラキラしてるけどちょっと病んでる系。あ、そう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 、なるほど。あ、いい表現ですね。そうそう、曲とかが結構そうなんですよ、はい、なんかキロロさんってもうようで明るくて前向きな曲しかないじゃないですか、はい、でもやっぱりコッコさんはなんかちょっと闇の部分が結構見える。そうですそうです、陰と陽みたいな。陰と陽ですよね。で私はその中間で、中間でどっちも持ってる。だからメロディーとかはキラキラしてるんだけども、うん、歌詞をよく聞いてくれると、みたいな、ちょっと暗いぞこいつ、うん、大丈夫みたいな、絶対なんかあったみたいな。メーラーメーラーってそうそうらしいで、あ、なんかいい表現、わかりやすいなって思って。あ、これは確かにわかりやすいですね、うん、なんか今までどんな歌歌ってんのって言われて、んって思ってたんですよ。ジャンルとか言われても、うん、フォークなのか何なのか J-POP なのかって思ってたけど、あ、この表現いただきと思って。なるほど、使わせていただいてます。いやでもこれ自分でも使えるってよっぽどしっくりきたんですね。うんうん、めっちゃきた。あ、確かになって。最初はなんかキロロっぽいねって言われてたんですけど、はい、あ、私あんなに明るくないけどな、大丈夫かなって思ってたんですけど、そのコッコさんって言われて、そんなあのゆうきさんに、うんうん、ゆうきファンの方からメール来てますよ。誰誰、ゆうきファンって書いてありますお名前。ほう、ポスト安室ゆうきがあると。ゆうきだけに、ゆうきだけに、ゆうきだけに。終わり、終わりです。終わり、だ、誰、終わりです。誰すごい気になる。これこれ気になりますね。ね、誰だろうな。マスワさんが出始めのキロロって、出始めのキロロさん、私、ね、どんなだったのか知らないからあれだな、どんなだったんだろう。あ、で大塚健二さんも来てますね。こんにちは、東京33度暑いです。暑いね、沖縄より暑いかな。うーん、マスワさんがわがままを言う勇気、言いなりのおじさんたち。まあそんな感じ。勇気、おっさんにおっさん扱いされる。うん、まあそんな感じ。そうね。でもそれが楽しいよね、なんか特別扱いとかされるより、されるより、あっちも楽でこっちも楽であれば。お、さらに、めいちゃんさんからメール来てますよ。勇気スクワットさんはいろいろとやらかしますね。なになに、やらかしてないよ。マスオさんも若干怒ってますよ、笑。マスオさん、ラジオやらないのかな。ちなみに今、お仕事休憩中からの帰宅です。 あ、休息中からの帰宅です。うん、今日のテーマは何ですか。では楽しみに聞かせていただきますということで、冒頭でも言いましたが、本日のですね、川柳 は秋です。この前と一緒、トークのテーマは特にございません。いつもない。トークのテーマは私の日々の報告。だってこの人決めてもそれ通りの話しないんだもん。うん、しないね。しないんだもん。しないかも、決めるのやめた。やめましたもん、もう、はい、本当に。僕もだからこのラジオの日だけは気楽に来てますよ、いつも。そうそう、そんな感じだからね。そうそう、だからレコーディングのお兄様たちもそんな感じなの。ま、前待っての準備がいらない番組ですからね。そうそうそう。曲流しとけば喋ってるから大丈夫。いやでも結構でも大変なんですよ。うん、割といつもありがとうございます。話のこの合わせ方とかね、いろいろ研究はしてますからね。ありがとうございます。怖い、なんかちょっと怖い。シグナスさんも来てくれてますね。ゆうきさん、キャンさん、こんにちは。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 よろしくお願いします。お願いします。初めてかな、シグナスさん。あ、マスオさんがコインいっぱいくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。戻しきれないキャンティー。大塚さん、ゆうきさんはゆうきさん路線ですよ。いいね。私は私、我が道を行く。我が道を行く。我が道を行く。まあ僕も人に言えませんけどね。うん、キャンティーはキャンティー。僕も我が道を行くタイプなんで。私は私。しかもさ、このさっき料理嫌いって言ったけどさ、はい、この2日間レコーディングやったじゃん。で私はまあ仮で1回パッて歌うだけなんですよ、最初の1回を。でボーカルは後で何入れるから、ちゃんと。でだからこのレコーディングで私のやることはそんなになかったわけですよ。あ、なるほど。そう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 、もう皆さんはね本当にもう
なんで昼から夜までずっとスタジオにこもってたんで、はい、大変だったのはやっぱあのおじさまたちで、だから私この2日目にの夜にパウンドケーキ作って夜中の5時まで差し入れで持ってったんです。愛を感じるでしょ。パウンドケーキを持って甘いの大好きなんですよ、みんな甘いのが大好きだからパウンドケーキを持って行って。そうなの、優しいでしょ。僕だったらプゾのチーズケーキとか買ってくるよね。うん、ダメなの、そんなのじゃ伝わらない。だって何もやってないじゃん私。あの人たちは私のために一生懸命ドラムをね叩いたりギター弾いたり、こんなしたらいいかなんなした方がいいかなってやってるのに、私は何も考えずにもうすでにできてるなんか美味しいって分かりきったそんなものを買うよりも、美味しいかどうか分からないけどみんなのことを考えて愛情を込めて、失敗すね、美味しくないかもしれないけどってそらちゃんと一緒に夜中まで作ってたんですよ。めっちゃ良くないこの話。うーん、ないないないその顔ひどいね。あのいやいやいや、まあ、手作り素敵だと思うんですよ、うん、めっちゃ美味しかった。パウンドケーキか、もう少しちょっと美味しい、もうちょっとなんか鼻が欲しいな。こういうこと言ってるか思ってないと思うよね。うーん、でもめっちゃ美味しかった。いやだってみんなで美味しく食べて、ね、一応僕でもあれですよ、ホワイトデーのお返しとかいろいろやってたんですよ。カップケーキ作ったり。何もらえるの、バレンタインデーに。そも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 もう知ってる。一応僕ですね、これでも、うん、ファンクラブがありましたんで。へー、学生時代なんか悪趣味な人がいるんだね。知って、あ、それはちょっと失礼ですよ。ファンクラブって結構大多数いますからね。結構大多数。勇気だっているもん。そうですよ、見てごらん。はいはい、あ、まあまあそうですよ。だから 今の否定の仕方は悪趣味って言い方は彼女たちに失礼なんでやめた方がいいと思います。僕に対する批判は受け止めます。彼女たちに対する批判はぜひやめてあげてください。さすがあれだね、なんかモテる男みたいな。彼女たちに悪いからっては、はい、言ってみたいね。うん、頑張るわ。そうですよ、だから僕みんなのアイドルだったんで誰か一人選ぶわけにはいかないじゃないですか。ってよ、行ってみたいね、はい、はい、行ってみたいねという言い訳をしてきます。はい、ありがとうございます、はい、かっちゃんさん、ゆうきちゃん、キャンディーくん、キャンくん、こんちーす、こんちーす、こんちーす。そして大塚さん、罰ゲームの匂いなんてしません。もうね、あのさ、このスタジオのジムの女の方もいるんだけど、はい、もうなんかみんな結構やっぱ作ってくる人多いらしいんですよ、はい、このスタジあのレコーディングするからって言って手作りのものを、手作りを。でも初めてパウンドケーキとか作ってる子見たって言って、しかもめっちゃ美味しいって言って、もうみんなクッキーとか、はいはいはい、もうなんか結構ありきたりなもの、まあ確かにクッキーとかいろいろ作りますね、作りやすいじゃないですか、はい、って言って褒められたよ。ふん。怒ってる。いいもん、別にキャンティーには作らんし。一緒。じゃあまあまあまあ、うん、まあ、まあ、リスナーさんにはいつか、はい、僕だけハブられるということで、そうそうそう、これだけ尽くしてる僕だけハブられてる。全然尽くされてんけど。もっとよろしくお願いします。このラジオでこんなに尽くしてるのにひどい、私こんなんで満足できないんでね。あ、じゃあ僕ちょっとしばらくマイクオフにしときます。あ、そう、あ、そうなのね。じゃあギター持って私は歌おうかな。持ってないじゃん。持ってない。持ってないじゃん。持ってない。あ、結局マイク売れちゃったよもう。そうそう、このね、ほっとけない感が私のいいところかな。大塚さんがハブでいいです。ダメだよ。はい、これツイキャスのねコメントも止まったら私マジ逃亡するよ。メールが追加できてます。めいちゃん。ゆうきファンさんからまず誰ゆうきファンさんが、はい、誰なんだろう本当に。秋って漢字で秋って書いてね、うん、秋しゃみよ、ゆうきがあるよ、ポスター安室、またさっきの続きですね。うん、で、あ、これ2通、あ、待ってください、あ、ちょっと違う内容で来てますね、うんうん、秋しゃみよ、ゆうきが怒って怖いよ。誰だろう、誰ですかね。え、分かってないの、キャンティーも。僕も分かんないです、これ。え、誰誰誰、え、こ
これメールアドレスから分かったりするのかな。ちょっと私ファン、ゆうきのファン、ラジオ聞いてる人かな、いつもですかね。でもメールくれるのってさ、高安さんとさ、モーミーさんとさ、はい、リスちゃん、リスさんと、あメイちゃんとか、ね、これですね、サイトの応募フォームから来ているので、うん、全くたどれません。あ、ほんと？ゆうきファンさん、ゆうきファンさんという名前ですね。マスオさんが AKB ファンさんじゃないのって。おん、いやー、どうですかね。 AKB ファンさんだったらもうこっちに来ちゃいますからね。あ、ほんと？はい、なんかもうみんな気になってるよね、はい、私にファンなんかいるんかいみたいな。いや、いるじゃないですか。いや、お父さんとかだったらどうする、怖いね。あー、はい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 。そう、お父さんね、お父さんだったら僕怒られるじゃないですか、うん、僕、うちの娘に何してるの。怒ってるかもよ、毎回ラジオ見てから。え、お父さんごめんなさい、うん、こいつみたいな。お父さんごめんなさい。でも一言言わせてください。新たな娘がこんな態度取らせるんです。僕をいつもいじめるんです。面白いね、はい、今日ちょっと盛り上がってますね、うん、いつもでしょ。違かった。いつもですね。いつもですよね。いつもですね。いつもだよ。しかもみんなあれよ、9月1日あれだよ、そらまめライブだよ。覚えてるかな。え、例の罰ゲームですか。違うさ。罰ゲームじゃないさ。しかもさ、今回はちょっと新たな試み、はい、まあ、いつもねファーストステージ、あ、ジーンってなっちゃった。ファーストステージとこんなの収集つけられないよ。違う、なんかあったわけよ、ここにチーンが。ただ腕に当たっちゃった。気がついた、僕のところに逆にない。なんだった。そうそうそう、ファーストステージとセカンドステージに分かれてるんですけど、はい、いつももうずっとね、この、まあ、私の師匠のね勝志さんと一緒に最初から最後までやってたりするんですけど、であとなんかこのゲスト、あれなんていう、ゲストサポートの人入れたりしてやってるんだけど、今回はなんとファーストステージは一人でやってみようと思って、まさに1年ぶり、1年以上ぶりぐらい。へえ。そう、なんか気づいたんですよ最近、あれ私一人で最近ステージ立ったことないと思って。へえ。思い返せばないんですよ。でそれにこの最近の瀬長島でやったじゃないですか。でその時にあれ、なんかこの感覚久しぶりみたいな、あ、そういえば一人でやったことない最近って思って、思い返せば本当にないんですよ。本当に恵まれてますね。うん、本当にびっくりするよね。いやー、すごいな。そうそう、しかも本当にサポートの方も一流の方ばっかりで、うん、だからそれで結構なんか紛れてたものがあるんですけど、このギターの技術だったり歌の技術が、まあ、なんかずっと甘えてるわけにはいかんなと思って、武者修行しようと、うん、ちょっとやってみようかなみたいな感じで、とりあえず今回は一人でやってみるんですよ。なかなか見れないんでね、私が一人で歌う姿なんて今後先、私はやっぱ誰かと音楽やってるのが楽しいから、もう本当はね一人でやるの苦痛だったりするんですけれども、今回はね一人でまあ6、7曲歌うかな、頑張るんで、貴重な今回の空豆ライブ、皆さんぜひ見に来てくださいませ。ファイティン。場所はね、ツイキャスが止まっちゃった。お、場所はね、浦添市のライブカフェ、ジュライ。ジュライ、あ、例のジュライで。そう、ジュライで。で、オープン6時、スタート7時、ライブチャージ2000円、ワンドリンク別となっております。ふう、来月ですよね。そうよ、2日後だよ。でもそう、みんな2日後だよ、遊びに来てね、待ってるよっていう感じなのですよ。ジューン、ジュライ、オーガスト。オーガストが今だよ。んってことはセプテンバー。セプテンバー、そう、セプテンバーなのにジュライで。そうなの。これ毎回言ってるよね。ジュライにジュライでできたことないですよね。いやいやいや、あ、じゃあやってよ。 やりました。先月、あ、先あ、そう、先月やった。セプテンバー。セプテンバー。マスオさん、その日はセプテンバー。暦の上ではセプテンバー。マスオさんも見に来て。
テンバーセプテンバーにジュライに見に来て、その日はセプテンバー、そうなんかね、うん、なんか世界観めっちゃ、そうそう、キロロとコッコの間の私見に来てあのいつもはあんまりコッコ感出してないんですよ、あのやっぱりこの勝志さんと一緒にやってるとピアノもあるのでちょっとし、なんかまあなんだろう、闇感はあんま出さないんですけど、一人でギターを弾くならそれも出せるっていう、うん、うん、楽しみだね、ぜひよろしくお願いします。そしてあのね、9月30日にもライブハウスモッツで、あの音港っていうイベントありまして、このイベント、この川崎、東京かな、どこか分かんないけどから、このたくさんアーティストが来て、この沖縄と交流ライブなんですよ。で、その私沖縄代表で出させてもらうんですよ、で結構このイベントはなんか取材とかも入るらしくて、いやそうでしょうね、うん、結構なんか注目されてる。川崎って言えば、沖縄の県人会があるところですよね。あ、それでなのかな、はい、そうそうそう、だからね、9月30日ぜひ皆さん応援しに来てください。詳細ちょっとまだ分かんないんですけど、私もちょっとね、いろんなすごい人たちが来るんだろうなって思うからビクついてるんで、この日も多分一人で出るのかもしれないけどね、よろしくお願いします。お、函館さんがジュライカレー生ラウマって、そうなんですよ、ジュライはね言ってましたね、カレー、そうそうそう、美味しいんでね、あの空豆ライブ見ながらカレーを食べるっていうのがすごいステータス。うん、僕もカレー久々に美味しいカレーを食べたいんですけど、うん、じゃあジュライに来るしかないよ。ただ怖いんですよ。何が？ビーフカレーとチキンカレーは食べられるんですけど、うん、あ、チキンだよ、あのポークカレーが食べられないんで、うん、あ、そっか、アレルギーね、はい、大丈夫、チキンだから。チキンなんですか？はい、おなら食べられるってことでお待ちしてます。ってことはちょっと辛めな感じで、うん、またシュプリームさんがさ、はい、電話がかかってきて聞けへんかったけど、何カレー臭って、カレーライスですそろそろ匂いが気になる、匂ってくる頃ですね、うん、年頃ですけど。しかもさ、大塚さんがさ、うん、川柳行きますかねってオープニングトークいつものように30分超えましたそう、まだね、曲も CM も行ってない。でも今日みんなさ、くれるかな、川柳。いや、なんかまだ来てないけど、皆さん多分慣れちゃって待ってるんだと思いますよ。あ、待って、逆に待ってるなんか、あ、なんか今日みんな川柳ないなら喋り倒すけどぐらいいや、多分川柳行ってから出した方がいいんだろう。メールもないんでしょ。だっていつもゆうきさんがこう探すの大変そうだから多分みんな気使ってるんだと思うんですけどで、これでさ、川柳始まってさ、来なかったらどうする。もうギター持って歌うよ。あ、もう歌ってくださいでもギターないからチンチンで歌うよ頑張れー。川柳のテーマはそしてスカットではなく秋ですね。秋ですね。そうそうそう、秋田で。しかもね、今日と先週、まあそうね、こう対象に選ばれた方はね、あさっての空豆ライブ無料ご招待なのでね、はい、ぜひぜひ。そう、今日頑張ったらあさって私のライブ無料ご招待だよ。そうですよ、今日頑張ったらあさって見事に罰ゲームですよ。罰ゲームちゃうわだからね、特にちょっと、もしかしたらこのね、あの本土の方はね、いきなり飛行機のチケット取ったり難しいかもしれないんですけど、はい、あの沖縄の皆さんはぜひぜひ気合い入れて頑張って。ツイキャスで参加されてない皆さんとかね、うんうん、メールで参加されて、うんうん、ぜひぜひ、うんうん、本放送聞いてる方はね、うんうん、応募していただいて、うんうん、まあ、あさってのライブに遊びに来てくださいと。そう、うん、そう、だってさ、いつ安室ちゃんになるか分かんないからさ。分かんないから。そうだよ、チケット入手困難になるんだよ。そうですよ3000人限定になるかもしれないよ。そうで、チケットもね、1万円とかになるんだよ。こんなに自信満々なんですよ皆さん、今のうちですよ。うん、そうだね。それで安室ちゃんになった頃にこの時の放送をすごい取り上げられて叩かれるやばいね。頑張ってください。頑張る。でも叩かれるってことはね、あれでしょ、まあ、それぐらいね、愛されてるって名も知れて、はい、アンチがいっぱいついてるってことは、それ以外に肯定派がいっぱいついてるってことだ
頑張る頑張りましょう、まあ、ちなみに世の中のアンチっていうのは数名って言われてますからね。あ、そうなの。だいたい炎上事件を起こすのは5人とか6人とか少数から始まるらしいです。あ、 それが広がるの。それが広がるらしいです。仲間意識。ちなみにあのこの5、6人っていうのは、うん、なんでこの5、6人かっていうと、うん、実はその人たちが 何十人の役をやってガーッと送るから炎上になるらしいですね。あ、そういうあれがあるんだね。はい、あの実験であの実際証明されてるらしいです。へえ。じゃあさ、いいのを広めるにはどうすればいい？いいの広めるにはだからいいのいっぱい。私がじゃあ自分でさね、ゆうきってシンガーソングライターめっちゃいいらしいよみたいなのを投稿すればいいの？あんまり入れすぎない方がいいと思う。あの周りが勝手にやってくれる。バレる。周りが。良ければね、良ければみんなやってくれるよね、そりゃ、ね。はい、大丈夫ですよ。あのここにいる皆さんはそれを勝手にやってくれる方々だと思うんで。イエーイ。今のままでいいんじゃないですかね。そうね。ラジオで配信したり。とりあえず喋って歌って笑っとけばいいかな。そうですね。魅力いっぱい発信しとけば、うん、勝手に広がるもんですよ。喋って、はい、歌って、歌って、笑って、笑って、泣いて、泣いて、うん、はい、オッケー、任せて。そしてキャンをいじめて、うん、得意分野頑張ります。はい、というわけで、はい、一旦じゃあ曲いって CM いきましょうかね。はい、では、はい、めいちゃんさんからねリクエストあったんで、うん、おかけしたいと思います。こちらですね。はい、今ちょっと雑音入ったんですけどね、僕のヘッドホンに、ストレイ、ん？ストレザショー、うん、介護という DJ さんの曲ですね。はい、じゃあこちらお聴きください。シスターラビッツって何？シスターラビッツ、どこに書いてあるんですか？あ、そうさん、シスターラビッツのような感じで、安室ちゃん。あー、はい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 、あの、あれっす、鈴木奈々さんと一緒にやってた、あの、ポンキッキーのアーティスト。いや、あの、安室ちゃんが、こう、安室ちゃんって言って、つらいでしょ、安室さんが10代の時にポンキッキー出てたんですよ、実は。あ、その名前ってこと？そうです、あの、この鈴木奈々さんと一緒に組んで、うさぎの格好して、シスターラビッツってやつ。走ろうろう、走ろうろうとかって子供向けのやつ歌ってます。でも子供向けのいいよね。子供向けのやっぱり曲強いよ、強いよって。あの子供向けに強い方はやっぱアーティストも売れると思います。私さ、あれよ、なんか野外で歌うじゃん、空豆お祭りとか。そしたらね、ステージの前にめっちゃ子供群がってくる。空豆とか歌ってた。自分も DJ やるときにやっぱり感触のいい曲って大体子供がついてる。そうなんだ。子供ね、なんか子供も一緒に盛り上がれる曲。あ、本気でトイレした。スーパーモンキーズだ。懐かしいね、スーパーモンキーズ。あれでしょ、マックスと一緒にやったやつ。そうそうそう。私、あ、でも私もこのバンドメンバー、この今回もこの何 CD 作るバンドメンバーのバンド名考えたんですよ。考えたっていうか、これにしたらって言われたのかって。なんと思う？空豆バンド。聞く？スカイビーンズ。俺正解でよくね。俺正解でよくね。めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこよくない？めっちゃダサい。めっちゃかっこいいよ。あのスカイビーズ。あの空豆音楽祭はあるわけよ。アコースティックバージョンになったら、あの森の音楽祭みたいな曲やるんだけど、私ライブで。それは空豆音楽祭っていう名前でやってて、でフルバンドの時はスカイビーンズ。スカイビーンズ。もうどんだけ空豆引っ張るねんみたいな。面白いでしょ。売れそうじゃん。あ、もう早速川柳がもう入り始めましたね。みんな
ってるよ。寒いですね。消しときます？僕も寒いです。あ、ほんと？おむるちゃんスクワットしてるんですね。 いいと思う。そら豆、そうスカイビーンズは入れると思う。 CD もみんな買ってね。しかも CD あの発売のライブが1月20日にあるから多分皆さん予定開けてて、県外の方もぜひその日に合わせて沖縄に遊びに来てくださいませ。 OK。 最近韓国にハマってるんです私。あのプロデュース48っていう番組知ってますか？なんかスカパーでやってん、あれ何でやってんのかな、なんかこのアイドル、そら豆川柳始まるよ。猫の空と犬の豆、猫の空と犬の豆、2匹合わせて空豆。はい、そら豆川柳、今週のテーマは先週に引き続き秋。ふう、あと時間はね残され少ないんですけどやっていきたいと思います。今完全に油断してましたね。なんだよ、まあ始まる瞬間。あ、そうね、なんかいつ始まるんだろうと思ってました。いやいや、あなたのコールから始まるってあなたが決めたじゃないですか。はあ、まあ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 、そんな時もありますよ。じゃあね、はい、早速来てるやつから紹介していこうかな。ツイキャスからではでは行きますで。はい、マスオさん行くよ。はい、秋竹城、あいつもこいつも秋竹城。チーンって。でなんかこの前もさ、なんかいたよねこんな人ね、なんか秋がつく人連呼知ってるみたいな。もうやっぱみんな考えること一緒ですね。そういう年代なのかな、だと思いますよ。じゃあ次、雨男レイニーさんね。はい、アムロちゃんスクワットしてるらしいです。待って待って、これさ、何、秋でもないしまず川柳でもないよね。でも大事なことなんで誤行しておきました。なんでよ。これ本当にしてんのかな。してるでしょ。そこまでやったら。本当にってあんな踊ってたらやってんのか。あんだけ体力ついてたらやってますよ絶対。アスリート並みだと思うぞ。これが本当だったら私もそれやらんといけんけどさ。いや、わからん、わからん。しかもね、今誤解をした。誤解をしました。おい、大事ですもん。や、安室さんだってやってるんだよって。お前もやれやって。そう。まあそれは考えとく。はい、考えておくね。考えましょう。はい、じゃあ次、シュプリームさん行くよ。はい、空高き秋の山野にクリトリス。チンチン。あ、でも秋だね、クリトリスだって。なんか今日ちょっとシュプリームさん真面目じゃない。これ真面目に見えますか。なに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 。僕にはとんでもなく下ネタにしか見えないですけど。やだー。もうやだ、シュプリームさん。みんな気づいてた？気づいてますよみんな。いやいや。あ、まあ一応ちゃんと文字上ちゃんとクリトね。ね、これ私がアホなのかな。いや、びっくりしたわ。これすげー誘導されたな。すごいね、もうシュプリームさん天才だと思うよ私は。はー、全然気づかんかった。
もうそのままスルーするとかだった。スルーしてよかったのかもしれないけど。スルーしてよかったと思いますけど、僕がなぜ2回しか押さなかったかっていうのも考えてくださいね。だいたいその時いつも僕こういう合図として送ってますよね。そっか、そうなの。そっか、はい、シュプリームさんの時いつも2回だなって思ったよ、この今聞いてても、はいはい、そういうわけか。そういうわけですよ。マジ気をつけよう。てか、はい、まずできたら読む前に教えてほしい。無理無理、伝える方法ないですよ。僕の仕事これ以上増やさないでください。松尾さんが言い放ったのは勇気。いやいや、私はただなんか読んだだけだし、しかもちゃんとなんか感じてきてたらそれっぽいし、川柳だし。いやもう、じゃあもう一ついきましょうよ。松尾さんがやってくれてるんですから。どこどこどこ。あ、いや、あのレイニーさんの方が先ですね。レイニーさんがいくね。はい、はい、キロ1万マグロ1頭高すぎる。ね、これ秋なの。マグロは秋って感じじゃないですかね。さっきのあれだね、あの何だ、さばく話だね。そうですね、さばく話だね。はい、でもキロ1万ってことは何、じゃあ実結構高くなる。1キロ1万円。いや、でもマグロってさ、なんかすごい一攫千金狙えるらしいね、マグロ 業って。この前テレビで見たけど、まあ、特にカジキマグロとかです ね、なんか夢のある職業って言ってた。はい、あ、タイゴさんも来てる。ヤッホーヤッホー。ナルトラさんも忙しすぎてあとは聞くだけ。ナルトラさん、9月1日ライブだよ。じゃあ次、マサさんのいくよ。はい、スクワット置いといてもダンスする。これは安室ちゃんのことだね。そうですね。そっか、でもそうだよね、ダンスしてるからいいのか、別にスクワットしててもしなくても。じゃあ私はダンスしてないかスクワットしなきゃいけないのかっていうことになりますですね。そういうことですよ。でもやるかどうかはてんてんてんということ。 なぜそこでてんてんてんを。そして、はいはい、大塚さん、いきますよ。はい、秋空にレコ発売れるよう祈る勇気、字余り。ほんま願うわ、願いますわ、まあ、皆さん願ってください。これは願いを込めてということでね、うん、でも私売れるって確信してる。あの CD も1000枚せるんですよ。1000枚 ?1000 枚せるんですよ、はい、おなかなか。あのこの辺のみんなに私聞いたんですよ、アーティストに CD 作ってる何枚最初作ったのって言ったら、みんななんか30枚とか、はいはい、1000枚ってなかなかいないんですよ。なんかいても本当に、いや、いない、本当にいない、100枚とか。いや、博打打ちすぎじゃないですか。で、と思って、なんでみんな何のために CD 作るのと思って、私売るために CD 作るから一応1000は作るけど、てんてんてんみたいな。なんかすごいねって一応めっちゃ言われた。うん、なんかやることすごい、ね、いいなら、おう、こういうところ。それはね、頑張りますよ。何も考えないところ。そうそうそう、だからね、はいはい、じゃあメールの方からまた紹介させていただきたいと思います。お願いします。めいちゃんさん、うん、自信満々すげーわー。今日の空豆のテーマはスクワットではまたって来てるので、川柳ちゃんと秋で来てますよ。うん、分かってるじゃん。はい、油断禁物ですよ、キャンさん。いろいろとお疲れ様です。リクエストもありがとうございました。いい曲でしょう。いい、ね、あ、いい曲でしょう。いつもいい曲よ。介護さんはね、またちょっとしっとりしたいい曲ばっかりなんでね、うんうん、いいんですよ。ということで、川柳秋、うんうん、これ僕の方で読まさせていただきたいと思います。うん、飽きてる、キャンさんも見てる、世間の目。二つ目、秋の空、朝夕涼しく、昼暑い。暑いね。下半身、落ち葉で隠した秋の夜。なんかもうめいちゃんもどっか行ってるね、もう。葉っぱ、葉っぱってやつじゃないですか。懐かしいね、いたね、そういう。葉っぱ一枚あればいい。やろうか。はい、あ、じゃあメール もう一つちょっと紹介させていただきます。ゆうきファンさんから。うん、ゆうきさん、安室ちゃんじゃなくて
アフロちゃんになってくださいドリフの雷様のようなアフロヘア、ゆきさん似合いそう、いいね、今度やってくださいということで、あ、やろうかな、アフロちゃん目指してますって言って、はい、アフロちゃん、アフロちゃんいいかもね。そしてゆきファンさんからも川柳来てます、うんうん、ありがとうございます。じゃあ読まさせていただきますね、うん、諦めて、うん、ポストアムロは荷が重い諦めない。ちなみに諦めての秋は秋の秋で来てます。諦めない、諦めないで、これ未来は長いからね、諦めないで、うんうんうん、そして伝わってないなそしてあのめいちゃんさんからもう一つ来てますね、うん、ありがとう。絶対にやらないなスクワット、本当にいつやるんあのめいちゃんさんがそのままライブに来てくれた時ですよ。それてんてんてんって言う人は絶対やらないねってめいちゃんさんがそのままライブに来たらやりますけど、はい、はい、以上今メール来てるメールは紹介させていただきましたんで、ありがとうございます。そしてそしてツイキャスのも読もうかな、お願いします。なんかね、あのシュプリームさんが間違えたのでもう一回って来てて、まあ、なんかちょっと気づいた、これは気づいたけど一応読むね。はい、波平がサンマを求めて船に乗る。一応さ、うまいんだよね。うまいんだけどもなんか怖いよね。でもうまいと思った。これお上手ですよ。お上手ですね。お上手ですよ。お上手、さすが。もう視点がさ、そこだからさ、常に、はい、すごいよね。すごいですね。はあ、まあ僕に技術事情を知る分野ですかねあ、そしてレニーさんからあの謎かけですかね、来たので行こうかな、はい、行くよ。秋とかけてゆうきちゃんの CD 届く、その心は。どちらも新米かっこ千枚の季節でしょう。ダサくかっこダサく新米がこれなんて読むの鈍ったら濁ったら千枚に聞こえるかなと。あ、なるほどね。はい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 、どちらも千枚の。あ、でも千枚ってあるよね、あの洗う米。そっちで送ったらかかってましたね。うん、すごいね。千枚の季節でしょ、ミリオンヒット。さっきもね、無洗マサさんが無洗米なって、大吾さんが鈍ったらあ、なまったら、なまったら、鈍ったら、あ、なまったらね、あはんはんはんもうすごい、キャンティーの顔がすごいよ怖いね。そうね、そう、千枚売っちゃいますよ私、ミリオンセラー頑張れ。そうだ、さっきマスオさんもね、1000枚1000万枚って言ったらミリオンやないか。アムロちゃんでも170万枚出荷だよ。ちょい待ってください、もっと、お時間がギリギリすぎるんで一回 CM 行きましょうちょっとびっくりした。じゃあ一旦 CM です。これ読んでないね、マスオさんの。アムロスの穴埋めするためズンバするズンバするのか、ズンバズンバ、うまいのはシュプリームさん。はい、じゃあ5秒切りました。3秒前、はい、はい、サラマメ川柳いっぱい皆様からいただいたのですが、今日ね悩み鑑定してる、どれにしようか。いやもうこれは悩みますよ。うん、
悩むんだよな。しかもそれで2分とかしかないんでしょ。あとそうです。なのでこれ来週に引き続いた方がいいんじゃないですか。またどうしたんですか。え、そうする。そしたらじゃあさ、誰が来るのよ、あさっての。あー、なるほど。そう、でもさ、先週なんやけ決めたんだよ。でもそうやって迷ってる間にもう1分半ですよ。そうなの。はい、あのさっきのさ、5回チンチンチンしたのどこだった、誰だった。レイニーさんの、うん、あれですよ、アムロちゃん、アムロちゃん、大事なやつですよ。電流でもないしね。なんか情報、情報大事だから、大事だから。それをさ、あの行区切っていただけだからね。はい、残り1分です。じゃあ来週もやるか。やりましょう。やりますか。はい、キャン君が行ったらいいやんってよ。あ、そうだよね。あのですね、そうなんですよ、行きたいんですけど、聞いてくださいよ。一回も聞いたことないね。無理やり出勤なんですよ、もう今回は。そうなんだって。はい、もうね、前途エーサーですからね。でもさ、ちょっと行きたい詐欺って、行きたい詐欺、本当一応、いや、それあるよね。詐欺とかじゃなくて、本当に忙しいんだって僕。みんな助けて。でもさ、さ、先週のさ、あ、もう終わる。あ、もう30秒切ってますよ。はい、あ、そう。先週の対象は考えたわけ。はい、言っていい。はい、あと20秒です、どうぞ。ね、これ誰ね。めいちゃんだ。めいちゃんの、はい、秋が来た、飽きないラジオ、そら豆だ。はい、対象おめでとう。ということで、さよなら。